田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ。田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ。こんにちは、作編曲家の田辺啓二です。今回いじるプラグインはアウトプットのアーケードというプラグインです。アウトプットのアーケードはサブスク型のプレバックサンプラーになっています。月額約10ドル1000円ちょっとですね。コンテンツが随時、追加されていくという新しいタイプの音源です。どういうものかいじってみたいと思います。はい、それではアウトプットアーケードをいじってみたいと思います。アウトプットといえばこのアーケードはもちろんなんですが、リバースの音源のレブ、この辺とかが有名ですよね。あとはボーカルの、特化した、まあエクスヘールとか、あとはシグナル、まあこの辺が有名なんですが、今回、いじってみるのはサブスク型の音源のアーケード。もうこれ結構前から 2,3 年前からリリースされていたんですが、今回は 2.0 ということになったので、改めていじってみたいと思うんですが、そもそもこのアーケードは何かというとサブスクの、音源になってまして、コンテンツですね。コンテンツがどんどん追加されていくという面白いものです。どんどん最新のものがアップデートされていきます。まずはこのフィード、メインの画面のフィードですね。はい、この中に、今一番のトップとか、新しく追加されたものなんかが入っています。 LINE と呼ばれるものですね。これが大きな括りなんですが、このようにハニーとかいろいろあります。はい、ゼロアワーとか、この下に、説明書きがあります。なんですが、ちょっとこれでもわからないときはこの左側のプレビューを押しまして、まあこんな感じですねとか、あとこの辺をだったり、はい、これだったりという感じに、さまざまなジャンル、ロックや 80s、 これですね、シンセウェブに使えそうな 80s、 ヒップホップだったり、まあいろんなねジャンルが入っています。ボコーダー的な、まあエフェクトが入ってたりとか、ローファイっぽいもの、まあいろいろあるんですね。はい、ここからまあ好きなものを選んでいくのですが、このハニーとね、選んでみましょうか。そうしますと、今度サンプラーキッズ、ノートキッズ、サンプルズとありまして、このサンプラーキッズが今まであったこの鍵盤にフレーズがアサインされているものです。ちょっと聞いてみましょう。はい、じゃあ、だいたいこの C2 から、まあ、低い楽器からですね、ベース、ドラム、ベース、上物、まあこれが、基本的にはだいたい4小節のループになっています。なので例えば鍵盤を一気に、はい、このような感じに鳴らせば、もうすでに、何かの曲のね元になっているような感じになってます。コンストラクションキットで使って、まあ、ちょっと BGM を作るなんていうのは最適なんですが、曲のモチーフ、ね、ネタとして使うことも可能です。まあ、アイデアがちょっと浮かばないなって時に、ここから何かアイデアを引き出すのもありだと思いますし、例えばこの、オーバーチャーって、これスピットファイヤーなんですね。スピットファイヤーのこのオーバーチャーとか、を聞きますと、まあ、下から低い楽器のものから、ちょっとしたね劇伴とかだったらね OK ですね。 YouTube にね上げるのはね、動画にねちょっと BGM が困ってる時なんか、これなんかでもう全然十分対応できると思うんですよね。はい、こういうオーケストラ音源だったり、はい、テープで、この赤いのね、まあテーププロセスドな、サウンドって書いてあるので、まあ一回テープを通したようなね、なんかサウンドちょっと聞いてみましょう。
はい、こういう感じで、まずじゃあちょっとね一回打ち込んでみて、はい、打ち込んでみました。はい、今こうやって鳴らすのはまあ普通にもうこれでコンストラクションキットなので、まあ一つの曲になってるんですが、この4つの、バーというかねスライダーがあるんですけど、ここに任意のエフェクトが、アサインできます。なんでまあここでまあエフェクトかけながらリアルタイムの演奏ができたりとか、あとこの黒鍵の部分にはここもアサイン可能なリピーターやルーパーのようなものがアサインされてます。ちょっとこれもやってみましょう。はい、なんでまあちょっとしたパフォーマンスにも OK ですし、面白いと思います。はい、そして今これドラムも入ってるんですが、これドラムやめて他の楽器をね入れてみるっていうのもいいかもしれないですよね。はい、はい、今これ今はアーケードに、このユージャムのキャンディーっていうのを足してみました。まあこうやって他のインストラメントと絡めて使っていくのがまあ一番いいんじゃないかと思います。そして今回のバージョン 2.0 で加わったのがこのノートキットというものです。検索するにはこのインストラメントからまあベースと選ぶんですが、ですね、何がいいかな。はい、このシンセベース、ノートキットのところから検索でシンセベースと選んであげて、どれがいいかな。ですかね。はい、じゃあこれをダウンロードしてみます。はい、じゃあ演奏してみましょう。はい、で先ほどのOKのところに行くと、A シャープマイナーって書いてあるので、まあこれ A シャープマイナー系のこんな感じに。はい、こういう感じに、まあ演奏がね、今までのフレーズだけでなく演奏ができるようになったっていうことも、まあ一つ魅力なんじゃないかと思います。今こうキーがもう A シャープマイナーって決まっていたんですが、例えばここから全音上がるような展開だとした場合、アーケードもそれに対応することができます。今こうやってみたいな感じにこうどんどん上がるんですが、これをリアルタイムで変えることもできます。今この3小節目から全音上がるという設定にしたので、じゃあアウトプットでも設定してみたいと思います。アウトプットではこのここですね、はい、今オリジナルキーがここなので、全音下がるということ、あ、全音上がるでしたね、全音上がるので、ここか、ここでいきたいと思います。じゃあやってみます。このような感じに、リアルタイムで、音程が変わる、トランスポーズできるので、リアルタイム演奏のパフォーマンスでもいいですし、曲の展開があるもので、この実際に入っているコンテンツとキーが合わないのをうまく合わせることができます。まあ、モチーフとして使うもよし、実際の曲にも使ったりすることもできるので、面白い、音源なんではないかと思います。さて、いかがだったでしょうか？アウトプットアーケード。新しい形の音源、サブスクという感じですね。サブスクといえば、スプライスのような、サンプルを提供するものもありますが、アーケードはフレーズを含む音源を提供するものです。そしてコンストラクションキットになっているので、鍵盤を全部押せば、もうトラックになってしまうというものもあったり、まあ部分的に使ったりもよし、という感じです。このアーケード、権利関係なんですが、商用も含む、使用は可能のようです。
そしてただまあもちろん禁止なのはそれをここに、サンプリングして売ったりとかね、そういうことは、不可ということでした。まあ安心してね使えると思います。メロダインを使ってまたフレーズを組み直して使うというのも面白いかもしれません。使い方のね幅が広がりそうです。それでは